はい、皆さんこんにちは。いや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 、それにしてもすごいゲームでしたね。行ったり来たり行ったり来たり、大谷さんがなんとツーランホームランを打った。そしたらね、またすぐ裏でまた同点されて、その前も打った、また同点されて、いやーもうね、こんなに面白くて素晴らしいゲームはないね。いろんな動きがあって、まさかというね、大谷さんのところね、ドジャースがね、こんなにね、勝つのに苦労するとは思ってもいなかったんでございますけれどね。いや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 、まあとにかく7月の2日ですね、こちらの方は、日本は3日でございます。火曜日と水曜日ですね。で、大谷さんはですね、今日はなんとダブル、左へダブル、そして三振、そしてセンターにヒット、そして27号のツーラン、そして三振、まあいいでしょう。そして5打数3安打、マルチーブルでね、まあ最高でしたね。今日はもうあげまーん、あげあげあげまーん。これをね、なんとか続けてほしいんですよ。ホームランもタイムよく、結構ね、あとインタビューがありますけど、聞いてあげたと思うんですけどね、なんとね、甘いボール来たの落ちましたっていうことで、だから必ずね、甘いボール来るのよ。で、難しいボール打ってヒットもしましたし、センターにね。だから急ぐことはない、ね、ということで27号、それからダブル、それからシングル、ね、これだけでもね、まあ、2 RBI 取って、打点も増えて、いろんなものもめでたしめだしでございますけどね。あとこの、まあ、パイレーツのね、スキンズがね、ものすごいこう頑張ってて、結局はまあね、僕はね、福岡の、ね、オリオンに近くに彼がいるんで、私は応援しておりますけどね、この間まで行ってきたばかりでございますからね、オリオンと北九州で彼が、ね、なんと3位になっちゃってるんですよね。あのままキープできるのはなかなか難しいでしょうね。まあでもあれだけやればすごいなと思う。はい、続きましてはこのテキサスのオールスターゲームに大谷さんに、ぜひどん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 投票してくださいね。僕も毎日やらせていただいております。はい、大谷さんはね、なんかね、アナウンサーが、大谷さんは大丈夫だけどティオスカ・フェルネンデスがね、ちょっと苦戦してますよと、入れてくださいっておっしゃってるんですけど、もちろん入れますよ。でも大谷さんはやめないですからね。大谷さん入れてティオスカ・フェルネンデスも入れるし、まあだからいろいろ話聞いてると、この3人だけが残りですね、今現在では。だからまあどうなるかね、ベッツがね、反対、多分は交渉でね、出られないので、多分ファンの方はね、あんまりもうその後に力入れてないんですけど、最初はガーンっていきましたからね、ムーキーベースがね。まあということでございます。はい、まあこんな感じなんですけど、私もですね、実はね、大谷さんのね、サイン入りボールがもらえるっていうんだよ。だからプレゼントするっていうので、申し込んでくださいって言って、申し込んでね、X に、元の Twitter にですね、その場面を写真を入れたんですよね。まあそう、入れてくださいって言ったんで、当たるも発見、当たらぬも発見なんですけど、一応大谷さんのサイン入りボールが欲しいねという感じでございますけどね。まあどうなるや。それからね、テオスカ・エルンデスにもね、入れてくださいね。もしかするとテオスカ・エルンデスさんの方もなんかジャケットがくれるらしいんだけどね。まあね、何万人の人が出すでしょうから、どうなるやら分かりませんね。まあということでございまして、今日も参りましょうか。今日はね、まず皆様に見せたいのは、逆転というのはね、テオスカ・ヘレンデスがね、やっぱりね、ラッキーボーイというか、もうチャンスに強いのよ。いいところに飛んでいくんだよ、またそしてね、大谷さんが、ね、三振した後の話なんですけど、ですね、まずはスミスがダブル打ったのよ。あわやホームランになるボールだったんだけど、直接あれで、その後に、フレディ・フリーマンがダブルですね。でそうすると一人が入ってきて、で同点。そしてテオスカ・ヘルネスが来て、ヒットで、私はね、よくあれ送ったなと思ったのよ。あれでね、止めるんじゃない、アウト、ボーイーボールが来ればアウトだったんだけど、送っちゃったのよ。それがボールがそれてセーフということでございますからね、ありがたいものでございます。じゃあ参りましょうか。 Ladies and gentlemen from United States of America,
ハリウッド、カリフォルニア、ということで、アルワイン C、北九州じゃないや、カリフォルニア、そしてアルワイン C から、送りいたしますのでよろしくお願いいたします。なんかファファファと北九州降りようと出てきちゃうんですけどね。まあということで、じゃあまずねこれ見ましょう。これですね、あの見てなければとラッキーボーイのテスカヘレネンですね。もう同点になって、フレディ・フリーマンがセカンドにいるんですね。それでこのボールでねホームに帰ってきたっていうんだからすごいよね。はい行きましょう。はい、ほらもうね近いじゃないですか。今三塁から出てたのよ。ボールがほらそれなかったら危なかったんだけど、まあとにかくめでたしめでたし、土壇場でなんとサヨナラ逆転勝ち。というのはね、もうね大谷さんがね三振した時に9回の裏ですけど、まあ、あのドジャース球場ですからね、同点あの三振した時にいや今日チャンスないかなと思って心配したのよ。そしたらスミスがダブル、フレディ・フレーマーがダブル、そして、彼がシングルでも彼が入ってきたと。で逆転、土壇場で逆転勝ち。こんなものあるのかね。僕は3人だったら止めてましたよね。まあとにかくすごいよ。一か八で送ったんだよね。アウトになっても同点ということだと思うんですけどね。まあということでボールそれで、じゃあ大谷さんからのメッセージも来ております。じゃあ行きましょう。はいどうぞ。はい、マルチです。はい、多分マルチですけども、あのこの打ったっていうのはそのまあどうやって打ってたんですかね。どうやって打ったんですかね。まあビハインドだったら何枚切りましたし、うん、あのなんとか、まあ、後ろの2人にしっかりつなげればいいかなと思ってたんですけど、あのまたまた甘い球が来たの、うん、ああいう形で状態ができてよかったと思います。あの結構眺めてたと思うんですけど、たまたま甘い来たって。チームの集中力は言ってないのよ彼は。ほら、No concentration was great って言わなきゃ。彼たまにねポカすんのよ。3つか違ってんの話してる。集中力はコンセントレーションだよ。100歳のあのね美和さん、美和さん100歳の日本人の方がですね110歳だって。いや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 、それでまあ吉信さんが出てきて写真撮ったりとかいろいろやってましたけど、いや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 、すごいものがありましたね。まあとにかくそういうことでございましたね。大谷さんがとにかく素晴らしいゲームでございましたと。それからうちのコーナーでですね、通りすがりさんが、まあ大谷さんがね今リハビリもしてるからそれは避けた方がいいんじゃないかって言って、うちのコーナー聞いて大谷さん決めたのかねなんて、通りすがりさんのあれでね、もう鳥さんがのおっしゃる通りになりましたね。私もそれに賛同させていただいておりましたから、まあとにかく大谷さんは出ないということを今日はここで言っていただいたんですね。
ということでございました。はい、ということでまあいろいろこれからも行きましょう。そしてこれは何ですかね。これはテオスカラッキーボーイの、これもラッキーボーイ、これは何でしょう。これもラッキーボーイ、ラッキーボーイ、これさっき見ましたからいいですね。2回はい、ということでちょっとねいろいろね写真が来ております。チームオブザマントに大谷さんが出てますよと。でこのバレットに私がこの、これはねあのトップのねあのブライス・アーバーとアーロン・ジャッジはもういるんで、これはもう全然あれですけど、私はムーキー・ベッツとトスカ・ヘルナンデスと大谷さんに入れました、ね、あと1日だから頑張らなくちゃいけないですけどね。まあここで分かりやすく入れてますからね、こうですよと。 Thank you for your voting for voting って書いてありますけどね、投票ありがとうございましたってことで、アメリカンリーグとナショナルリーグですけど、こちらに入れました。はい、ナショナルの方に。はい、そしてまた比べております。ベーブルーツ、ベーブルーツ、これバネベーブルースって言っちゃうんですけど、まあちょっと離れてますね。ベーブという名前で、まあ、The Root っていうことで、彼はね、まあ、176ホームラン、これはねですね72ゲームでか比べてますよ。725ゲームで比べてます。170ホームランは176、おお同点。そして37点の39、38勝の19敗、ということは1勝大谷さんが多めあげますよと。ピッチングレコードのはこうですよと、4481.2 MLB イニング、481.2、おお、これ一番近いもので、でもねまあね、ベーブ・ルースにはね届くのは難しいと思うよ。ホームランがすごいんだもん、700以上もらってますからね。まあでも大谷さんにも頑張ってもらいたいと思っております。はい、ということでございまして、これは RBI が10日間ストレートゲームに RBI 取りましたという記録でございます。はい、そして先ほど出ましたけど、この美和さん110歳の方でドジャースファンですよということを取りましたね。はい、参りましょう。はい、ということで、ドジャーズに来るのが、今回はアリゾナダイヤモンドバッグが来ます、5時間30分で車で行くと、そうですね、飛行機で1時間30分かかります。はい、時差はゼロ、時差はありません。はい、行きましょう。はい、昨日ですね説明いたしましたけど、まあこれはねちょっと間違いで申し訳ないんですけど、ワンフェーズ、ツーフェーズで、ワンフェーズで一番トップの人が、まあ、最初そのまま入ると、それ以外はもう一回出して決めるということで、その 2人か3人ということで、こちら大谷さんのところは3人だけでございます。でまあね、でピッチャーはこんな感じでございます。ちょっと聞いていただきましょう。オールスターゲームの投手はどうやって選ぶのでしょうか。うん、控え投手と同様にオールスターゲームの投手も選手の投票とコミッショナー事務局によって決定される。選手が決めるということと、あとはそのコミッショナーで決定されるから、我々には選手とコミッショナーだから、僕たちは投票しないで、ピッチャーに返してということみたいなんですけどね。はい、ということでございます。はい、いやどなたが来るかね、まあまあでもね、山本由伸がねまだちょっと全然いつ帰ってくるか全然分かりませんね、話が出ておりません。はい、ということでございます。はい、行きましたね皆さん。さあ27号ってか、はい、27号行きましたね。いやいや、ありがたいものでちょっと威力しましょうかね。はい、そしたらねこの人がね、もう一本お願いしますって言ってるんで、もう一本頑張りましょうお兄ちゃん。はいはいはい、もう一本お願いしますということで、ここには28号に置いておいて、今度はここに下ろしますんで、はい、素晴らしいですね。はい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 。そして今日は2日、はい、2日、大谷さんが、昨日は休みだったからね、大谷さんがこう出てくる。はい、出てきた。そして今日は逆転勝ち、まあ最初からねこの白星といいますか、この勝ちというのはありがたいね。そして53勝33敗ということになりましたね。よろしくお願いします。さて次参りましょうか。はい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 、モーニングラインナップということでございます。ラインナップはこんな感じでございますね。ミラーボーさんが、やっぱりね
書いてきてちょっと大変でございますからね、まだあれでございますから、なかなかね、まあこれこういうふうになるだろうと思って、もう美女さんがいなかったね、まあちょっとあの大体私の予想でこういうふうにちょっと使わせていただきましたけどね、まあこう2人は頑張るけど、彼はねあのトミー・ジョンから帰ってきてまだねちょっとタイムがでもまあよく頑張りましたよ、4回か5回から5回よく投げましたね、はい、ということでございます。でこんな感じですね、まずは1点ドジャースが取って、もう1点取ったの、これで楽してたら4回で同点されて、まだ2つ、うん、このはゼロで、まだドジャースが1個取ったから、これ同点になってまたドジャースが1個取ったらまた今度2点取って逆転したね、またドジャースが同点して、またここはゼロでもまだ1点取って、またここはあ、ここはドジャーですね、またもう1点取ったんですけどね、逆転したのよ、これ逆転で同点になったんで、今度最後にあれ逆転したんですね。まあということで、ここの通りでございます。6対5で、勝ちました。はい。ということでございます。じゃあ行きましょうか。はい、参ります。はい。今日はこんな感じでございます。昨日はですね、316、昨日か一昨日ですけど、316が、まあ、この、アベレージね、バッティングアベレージね。打率ですね、316でも今現在では今日のは320に上げ1にしております。そしてランズが69だったんだ、67だったんですが今69になりました。そして、本塁打26から27になっております。はい。そしてアルビアへね、打点64、というのは前は62だったんだ、2つ上がりまして64、まあ、通りはそのままでございます。そしてオップスも上がっております。1048。で、こちら見ていただければと思います。大谷さんが5を出す3安打。RBI が2つ。K が2つ。3.30 に。結局は長打率が2つあるんだ。ホームランとダブルですよね。それからシングル。だからこれはね、5回出て3個を3回打ってくれればもう最高。4回出て2回。ね、せめて1回。だから、ね、ホームラン狙わなくてもそういうあの技ありヒットがね、今日は非常に良かったと思いますよ。はい。技ありヒットだったね、あの2つぐらいはね。はい。ということでございます。そして、まあ、大谷さんの後に、このスミスもね、最後にすごい頑張ってくれて、フリーマンも頑張ったし、ヘルナンデス、このヘルナンデスはね、今日はいいかすぎたね。で、パーヘスも頑張って、それ以外にはまあ、テイラーも行くぐらいですね。はい。ということでございます。ピッチャーですけども、5回投げて、ボー・ミラーさんが5回投げて4ヒット打たれて、自責点が2上げてましたね。バーベキュー3つ、三振が4個取りました。ホームランが1個与えております。そしてハッツソンが頑張ってくれて、ワシアがね、やっぱりやられちゃったんですよね、ここでね。トレーナーがね、珍しいね、またやられたんですよ。トレーナーがね、調子悪いんだよね、今ね。はい。ということで、というのはね、一塁にいて一塁に彼が悪送球して、その一塁の方がもうホームに帰ってきたっていうからね、すごいことで、でフィリップスもちょっと苦労してましたけどね、まあ天才だからね、あの本当にいたり来たりで大変だった、最後によく頑張りましたね。ということでこれ見ていただければ分かりますけど、あげまん、みんなあげまん、あげまん27号あげまん、320あげまん、オップス1048あげまん、RBI が上げまん、これはそのままでございます。はい、ということで、じゃあ参りましょう。打席、バッターボックス、はい、行きましょう。じゃあどうぞ。はい、大谷さんが1番バッターで指名打者の大谷さんでございます。まあこういう人たちがピッチしますよということでね、2番手は決まってないと。おー、この人日本人かな、なんかね、お前怖い、なんかいろいろ義務やってるんですけどね、まあ今日は日本人のね、ヘリテージデーだったので、まあもうとにかく大騒ぎでしたね、あそこでね、みんなやってましたよ。はい、これたちも踊ってます。大谷さんの踊り、今日大谷さんがね、ホームラン打ったからね、ホームラン打った時にこういう踊りをしようかなって思ってるんですけどね、ピューピュー。ああ、面白いね。こういうのもありましたね。はい、参りましょうか。
さて続きまして大谷さんの1番目のバッティングでございますけどね、これはダブルでございますけどね、はい行きましょう。あ、左の人から打ってます。いやでも取れそうだったんだけど取れなかったんだよね。取っているよと。大谷さんはね真面目に走ってなかったのよね。え真面目に走ってりゃね、どこまで行ったのか分かんないんですけど、まあ二塁打になりましたね。頑張って走ってそれ後にはいダブル打って、その後にこれ2打席目映像がちょっと撮れなかったんで申し訳ないんですが、まあ、あのこの中にこれがね、まあ、結構ね粘りましたね。ファウルボール、まあ、だから 1球から打ってますからね、こうもうちょっと落ち着いて欲しかったんだよこれね。まあボール、これはもうよく見たね。それはファウル、まあ、あのスイングストライクしてからね三振ということでございます。はい続きましてこちらでございます。はいこの時は2対2の同点でございますからね、いきましょう。はい、ほら技ありとでしょ、これうまく持ってきましたね。さすがシングルでございますね。はい続きましてははい、こちらでございます。27号が出ますよ。はい、どうぞ行きましょう。オオタニさん、ビッグフライオオタニさんって言ってますよ。最後にね、あの踊りのあれ忘れましてすいませんでしたね。いやいやいや、27号、ツーラン、うん。はい、おめでとうございます。そして、ああ、なるほどね、これは20で、4回、あ、5回目の三振も見たくないですよね。見ますか？じゃあ見てみましょう。とにかくこのね9回の裏なんですけど、皆さん 5-4 で負けてますからね。で 5-4 で負けてまして、大谷さんが2人、今ワンアウトでしょ。大谷さんは5打席目で、1点をビハインドなんですよ。で大谷さんが三振して2アウトなんですけどね。はい行きましょう。でね、あのなんかどういうわけか日本語の音、ラジオの音がね後ろに入ってきておりまして、あれをちょっと出さないで入ってきちゃったんで、俺大谷さんが三振してしまいます。で、スミスさんがですね、なんとこダブル打って、またこのフリーディ・フリーマンもダブル、まずは同点。そして手よりか減れないんですが、これをまたね送るんだからすごいよね。おー、ボールがそれてよかった。いや、土壇場でなんとさよなら、ツーアウトからでしょ皆さん。しかもあの3人回ってね、フレディ・フリーマンが止められなくてそのまま行っちゃったというのがね、まあね、あれもタイミングですね、全部ね。あれ、まあ、止まってたら分かんなかったんですけど、あれはやっぱりやってよかったなと思いますね。はい、ということで話題いきましょう。はい、MLB の話題でございます。どうぞ行きましょう。はい、どうぞ。 MLB 現時点での新人王は MLB.com の投票でパイレーツスキーンズとヤンキースヒルが選出。今永は3位。1、2、3、うん、日本時間7月2日 MLB.com は39人の指揮者による現時点での新人王の模擬投票企画を実施。うんうんうん、ア・リーグはヤンキースのルイス・ヒル、
ナリーグはパイレーツのポール・スキーンズが1位に輝いた、うん、日本人選手ではカブスの今永翔太が2票を獲得して3位に入った、うん、ア・リーグ1位に選ばれたヒルは25票を集めた。6月は防御率 6.45 と不振に陥ったが、それでもシーズン通算9勝3敗、防御率 3.15、総合指標 FWAR1.6、BWAR2.0 と成績は優秀。ア・リーグの新人先発投手としては、防御率奪三振勝利数で1位だ。ア・リーグ2位は、アスレチックスの剛腕守護神メイソン・ミラーがランクイン。救援投手ながらウォーでもヒルと互角の優秀な成績と、驚異的な奪三振力が評価されている、うん、3位はオリオールズの外野手コルトン・カウザー。春先の勢いこそ衰えたが、12本塁打は MLB の新人でトップ、うん、ウォーでもア・リーグの新人トップを記録している。おー、ア・リーグはその後レッドソックスのイルヤ・アブレイユ外野手が4位、うん、レンジャーズのワイガット・ラングフォード外野手が5位と続いた、うんうん、ナリーグは5月の模擬投票企画ではまだ圏外だったポール・スキーンズ、パイレーツが30もの1位票を集めて1位に入った。おスキーンズはまだ9先発しかしていないが、新人1位の防御率 2.06、 MLB2 位の奪三振率 34.1%、 50回以上とそのインパクトは絶大だ。うん、ナリーグ2位には MLB 新人2位の FWAR2.5 を記録するパドレスのジャクソン・メリル外野手が入った。21歳のメリルは内野から中堅手へのコンバートを難なくこなし、走行手で大活躍中だ。3位にはカブスの今永翔太がランクインした。6月は炎上する先発が多かったが、それでもシーズン防御率は 3.05 という高水準にある。ナ・リーグは4位に王や各打撃指標で新人トップの好成績をマークしている上位オティーズ内野手、ブリュワーズが入り、5位に先発投手のギャビン・ストーン、ドジャースが入った。あ、ギャビン・ストーンね。圏外だったが、FWAR 新人投手トップの山本由伸、ドジャースも票を得た。まあでもね、あれね、頑張ってましたね、本当にね。もうちょっとあれでしたか。はい、続きましてオールスターゲームですね。これは大谷さんが出てほしいという、はい、行きましょう。特大ホームラン見たい大谷翔平、オールスター出場へ全身二次投票の中間発表でリード、このまま突き進め。MLB オールスターの二次投票の途中結果が2024年7月2日に発表され、ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手が DH 部門でリードしている、うん、得票率 61% でリード。二次投票には一次投票で各ポジション上位2名の選手が進出、より多くの票を得た方がオールスターのスタメンとなる、うん。MLB は途中結果を発表し、大谷選手はナ・リーグ DH 部門で 61% の得票率でフィリーズのシュワーバー選手をリードしている。4年連続4度目のオールスター出場を目指す大谷選手に X では、スタメンで出てほしいな、このまま突き進め、オールスターで特大ホームラン見たい、活躍エグすぎるので確定だと思ってます、うん、などの声が寄せられていた。はい、二次投票は7月3日、日本時間4日午前1時まで。オールスターは7月16日、日本時間17日にテキサスレンジャーズの本拠地グローブライフフィールドで開催される。はい。まあ、ということで皆さん、特にグローブもらった皆さん、そしてまあいろいろあの英語のね、なんかいろいろ大谷さんからもらった方は、まあぜひあのご協力お願いします。大谷さんの投票をよろしくお願いします。もうくれぐれも忘れないように、やっぱりね、これはね、このまま突き進んでほしいなということでございます。はい、それでは今日の最後ですね、この3人にやってほしいということでございますね。はい、はい、どうぞ。ドジャースが大谷翔平らの救援ファン投票呼びかけ証拠をくればサインボールをプレゼント。ド
ジャースは1日、日本時間2日、大谷翔平投手、29、ムーキー・ベッツ内野手、31のオールスターファン投票を呼びかけた。うん、球団公式 X では投票にまつわるキャンペーンをスタート。うん、今日投票したことを示すスクリーンショットを送ってください。うん、当選者は2人です。2選手の直筆サイン入りボールを商品にしてラストスパートを促進した。うん、今月16日、同17日にレンジャーズの本拠地テキサス州アーリントンで行われるメジャーリーグのオールスターゲーム。この日、先発野手を決めるファン投票最終投票の中間発表が行われ、ナリーグ指名打者部門で大谷は 61% で一騎打ちになっているシュワバー、フィリーズの 39% を上回ってリード。このままいくと4年連続4度目の出場が決まる。最終投票は米東部時間3日正午、同4日午前1時まで行われ、うん、当日の午後7時、同午前8時から ESPN の番組内で結果が発表される。お投手と控え野手は選手間投票や MLB 推薦などで選出され、全出場選手は7月7日、同8日に発表予定だ。はい、ということでございます。ご協力をお願い申し上げます。はい、ということでね、私もね頑張ってやりましたね。はいはい、ちょっと待ってくださいね。ということでございまして、今日も本当にありがとうございます。このね、QR コードでぜひチャンネル登録と皆様からのコメントもお願いいたします。それでは今日もこれにてさよならの時間がやってまいりました。さて今日もですね、皆さんいろいろありましたけれども、これが良かったね、27号いいね、 27th ホームラン、いいね。そして別れの時間が来ましたよ。はい、これでございます。それでは See you later Alligator。 それでは See you later Alligator。 それでは皆さん、また明日お目にかかります。どうもありがとうございました。